こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。我が家のベランダスペースは限られているので、バラは今ある株が枯れない限り新しいバラを入れないことにしています。ほとんどのバラが10年以上前から育っているものなので、気心を知れた家族のような存在になっています。今日ご紹介するバラはノワゼットローズという系統のバラで、19世紀の前半にアメリカで生まれてフランスから広まった、よく返り咲くハンツル製のバラの系統についてです。こちらの1817年にアメリカで作出されたブラッシュノワゼット、こちらのピンクですね、は淡いピンクの小さなお花が、このように、房咲きになっていて、とても良い香りがするんですけれども、これはノワゼット系の代表の品種です。香りはいろんな表現をされる方がいて、ムスクとフルーツ系だったり、スパイス香、ダマスク香など、いろんな表現をされていますけれども、私はこの香りが大好きで、このバラが咲くとベランダが幻想的な香りに包まれるようです。またこちらの白バラの、こんな風な、下にね、うつむいて可憐に咲いている白バラなんですけれども、こちらは、ラマルクというバラで、1830年にフランスで作出されたノワゼットローズです。こちらのラマルクはバラ好きであったフランスの靴職人のマルシェルさんが、自宅の窓際にこちらのブラッシュノワゼットと、中国から渡ったパークスイエローセンテッドチャイナという鉢植えを置いていたところ、結実した種を植えてこの品種が生まれたというお話があります。このラマルクという名前はラマルク将軍のことで、フランスの軍人政治家です。ナポレオン軍の将軍で、王政が復古した中でも政治家として共和制を支持し、市民に大変人気があったと言われています。こちらの作出は、1830年で、7月革命の起こった年です。この時期共和主義者のラマルクに捧げられたと言われています。この優雅な花姿と樹形が広く愛されて、一時期は庭植えに欠かせない品種としてとても人気だったそうです。イギリスのバラの研究家のグラハム・トーマス氏はこの品種を A great treasure、 大事な宝物と絶賛していたと言われています。ラマルクは先日ご紹介した紅茶の缶を開けた時のようなティーの香りがします。同じノワゼットでも、こちらのブラッシュノワゼットの香りとは違うんですが、香りはおそらく中国から渡ったパークスイエローセンテッドチャイナのティーの香りを受け継いだということですね。どちらの香りもふんわりと優しい気持ちにさせてくれます。バラの癒し効果はこの時期の香りや花姿はもちろんですが、バラが生まれた歴史をたどるのも、当時の人々に思いを馳せることができて楽しめます。バラの長い歴史の中で、たくさんのバラが生まれて消えていきます。今も毎年たくさんのバラが作出されています。育ててみたいという方はテーマを決めて、ご自身で好きなバラを選んでみられてはいかがでしょうか。この動画では植物の癒しをお届けしています。面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。